打ちに行ったんですが、さあ今度は速いボールを展開になります。志田から西川、中ヘソン、ヘソンのミドルショット、これも来ました。佐賀が立った西川、これビバリーカット、ただそのボールが結果的に佐賀つながる。ガルシアのスリーポイントシュートが決まりました。ガルシアのスリー、西川のスリーポイントシュート落ちる。ただリバウンドムール、もう一度速いパスだ、バスケットがアウト。いや、この西川のこのズバッと刺すようなこのアシスト、そしてヘソン、さあもう残り1分を切ってきました。第1クォーター、ヘソンスピードを上げた、ヘソンそのままよく決めた。大塚、これは佐賀ボール速い、これはもうガルシア独断場、決めるだけ。レモンのミドルシュートは落ちる、リバウンドも佐賀に出る。ヘソンだ、ヘソンがそのまま運ぶ、ファールが、あーバスケットカウント。白鳥にファールです。与えない。さあここはスリーポイントシュート、ターンの距離はありましたが狙って、ただこれが落ちる。ヘソン、中ガルシア、レモン、レモンこれはツーポイントになるが落ちる。ガルシア早い、この辺りが佐賀、ガルシアもう福岡の、そして西川、西川がフローターに行ったんですが、またリバウンドを抑えたのは佐賀です。そしてヘソンのスリーが決まる。まあ、今日はロスターにはお兄さんの重富勇気も入っています。まだね、出番はないんですが、西川、今度はムールがスクリーン、ガルシア、ガルシア開いてヘソン、ヘソン、右手一本でヘソン打ちに行ったんですが落ちて、今度はガルシアからヘソン、ヘソン、いやーヘソン、このフローター連発。フェンスとなっていくか、カーン、さあ佐賀が奪った、西川だ、西川レイアップ。これはガルシアから今度西川、中ヘソン、揺さぶって岸田のスリーポイントシュートが決まりました。最後は岸田のスリー、ヘソン、そしてスイッチして岸田、ガルシア、西川、この辺りはいいコンビネーションはヘソンが決めます。ヘソン、そして西川、西川のスリーポイントシュートが決まりました。西川のスリー、ガルシア、ヘソンのスリーポイントシュートが決まった。ヘソン、カン、そしてタンノ、白戸、中にいった、おブロックショット、ヘソン、石谷、ガルシア、石谷のスリーポイントシュートは今度はヘソン拾って決めます。ヘソンです。重富周期、またしても双子で完結の得点が生まれています。駒水。